こんにちは、ケイです。今日はですね、決戦ゾロが来てますので、これに彼で挑みたいと思います。それでは行きましょう。お願いします。はい、久々の手竜クマチャレンジ。はい、ということで久々にね、ちょっと手竜クマチャレンジやってみたいと思います。まあゾロやったことないんですよ、僕。決戦ゾロ、多分ね、僕がやってない間に来たのかな。うん、ということでちょっとやってみたいんですけど、ちょっとまあどうかなと思ったんで、まあせっかくならシリクマチャレンジやろうかなと思ってやっていきたいと思います。いきまーす。あ、見てないからね。これも入るのか。まあ、これはちょっとみんな多分見てると思うから飛ばしますね。はーい。あ、始まっちゃった。これ飛ばします。ちょっとターンを稼げなきゃいけないんですよ。いかんせん資料の必殺力がすごい弱いからめちゃくちゃターンを稼がなきゃいけないね。回復しながらどっかで食らわなきゃいけないんだよ。とりあえずここ一ターンのやつだけ倒して、一体だけ食らうって亀から稼ごうかな。それがいいかな。一応遅延できる人もいっぱい連れてきたから、順番思いっきり待ちました。やべ、危ねえ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 。これ1体は食らうか。1体だけ食らおう。多分大丈夫でしょう。ね、何にもしてこないと信じてるよ。1体だけ食らいます。よし、ちょっとターン稼がないといけないから結構食らうのかな。うわお、8495。でも2ターンに1回だったらだいぶいいんじゃないですかね。ここで稼ごう。少し稼いでいきまーす。まあね、シルクマチャレンジで大事なのはいかにターンを稼ぐかそしていかにボスまで追いつくかがすごく重要になります。ただだいぶやばいですね。意外とすごい食らう。あー、次はちょっと倒さないとまずいんで、次倒しましょう。こいつを多分やばいね。さすがにちょっと耐えきれないんで。よいしょ。あ、マジか、あ、マジか。よし、ちょっとこれでいきましょう。まあいかにね、これでちょっとどうにか稼いでいくことが大事だから。あんまり貯めれないね、亀さんだと。弱ったな。すげえあるからな、意外とターンが。よし。うわー、2ターンしか稼げないんだ。そんなに稼げなかったな。よし、行こう。あー、なんか厄介そうだな、ここも。おい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 。マジかよ。そんなんやってくんのかよ。ここで稼がないと多分やばいでしょ。嘘の遅延とか必要だよね、多分。よし。よしよしよし、おっきいんじゃない、これで。いいよいいようまくいってるよ。ちょっと遅延を使うか。ここでウソップの13ターン遅延させてくれるから、これ結構大事だと思うんだよね。これ使ってきます。早めのウソップ。1ターン稼ごう。早めのウソップで、まあ食らわずにターンを稼がないとね。ここでターンを稼ごう。5ターンは稼げるでしょ、これで。よしよし、いいんじゃないの、意外とそのためのウソップをするんですからね。無駄遣い、すごく無駄遣い遅延のめちゃくちゃ無駄遣い。これも2ターンかな。いや、1回食らっても大丈夫だな。そしたらどうしようかな。こいつやっといて1回食らっちゃおうかな。こいつ多分2ターン飛ぶでしょ。次こいつ倒しとこう。よし、いいよいいよ、結構稼げてるよ今のところ。でこいつを倒そう。こいつは絶対倒したほうがいいでしょ。倒すか。あー、怪しい怪しい怪しい。あ、やべえ、やりすぎた、やりすぎた。危ねえ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 、無駄遣いすることだった。よし、いいよいいよ、今のところいい感じだよすごくターンを稼げております。私めちゃくちゃターンを稼げております。ターンを稼ぐためのパーティーで連れてきましたからねシリとクマにね、頑張ってもらわないといけないんでね。よし、いいよ。よし、これ突破しよう。いけるかな。まあ結構運勢だからね。最初のクマだけで飛んでくれたらラッキーだよね。そうで、ちょっとここはね、怪しかったんで、技を使います。まあ、少しね、うわ、めっちゃ怖いじゃん、やば。まあ、少しどんな敵が出るのかね、いつものゲームさんにお世話になってますから、ちょっと見させてもらって、一応対策はちゃんと用意してきてるからね。じゃないとだってたどり着けないと終わりだからねでここでね、固定ダメージをやった方がいいってことで、これやっていきます。まあね、本当に大事なのはたどり着くことだからね、ボスに。まずそこ、まず第一段階、そこ、ファーストステップがそこで、次にボスでいかに成功させるか。成功は運なんだけどさ。よし、スキップ。はいはい、田尻さん、
ここ待って、大丈夫だよな、生きれるよな。うわ、なんかもう厄介だな。待って、あと何ターン食べなきゃいけないのこれ。あと3ターンだよね。やべえ、ここで遅延しようと思ったのに。待って、俺の想定外が起きました。やばいです、ここで遅延をしようと思ったんですけど、もしかしたらこれ勝てないかもしれない。あれ、やらかしたな。得点すると出現率上昇させる。まあ、それは一回攻撃します。あれ、ちょっと待って、やばいかも、これ突破できないかも。結構食らうよな多分攻撃。ちょっと防御力もすぐ上がってるし、遅延が効かないじゃないか。逆に分かった、逆に分かった、逆に分かった。何がこれあれだね、あれだね、あれだねこれあれだね、使えるかこれ。あー、使えない、使えない、やばいちょっと待って、どうしよう。あともう一ターン生きないとやばいんだよな。とりあえずこれやったところなんだよな。とりあえず攻撃しまーす。やばいですこれ、想定外が起きました。よし、全然食らない。なんだ、やめて。あー、すげえ食らうじゃん、やばっす。待って、せっかくここまで来たのに、せっかくここまで来たのに、やばいせっかくここまで来たのに、とりあえずこれで。あ、待って、これじゃ倒せないか。ちょっとエース使うか、エース使って、ちょっと2倍じゃ無理かもしれないな。まあやってみるか、ちょっとやってみます。1個前にやっておけばよかったな、1個前にやっておけばなんとかなったかもしれないな。やべえ、はい、戻ってきました。パーティーを変えましたフランキーにしました。ちょっと体力的にやばいと思ったんで、体力があるやつと、あとちょっとね、回復でね、マルコとあの白星でちょっとねターンを稼げるようにしてきました。ちょっとこれでいきたいと思います。これなら大丈夫じゃないかと勝手に思っているんですが、どうでしょうどうでしょう。で、まあどうせここは食らうんで、あと資料3ターン貯めなきゃいけないんで、まあでも多分体力的には大丈夫だと思います、多分ね。まあ行ってみます。だいたいさっき見てたら、まあ1万ぐらいだから、これで時間を稼ぎつつも、なんかね、はいはいはい、だいたい6500ね、はいはい、あ、そっか、フランキーだからか。そっか、あれ防御力上がるんだっけ、船長効果。あれ、船長効果が発揮、1ミの攻撃は3倍、体力 1.3 倍になる。あ、アクション使わなきゃなのか。あー、そっか、なんかあれがついてるんだ、確か。解放が。よし、まあまだ大丈夫だ、まだ大丈夫だね。よしよしよし。あと2ターン稼げばいいから。頑張って2ターン稼ごう。下手くそ減ってくる。よし。さあ、あと2ターン稼げばね。なんだなんだなんだ、やめてくれよ。おい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 。よし、ちょうど2個も出たし、まあまあターンも稼げるでしょ。回復して、オッケー、オッケー、オッケー。さあ今のところね、大丈夫そうですよ。で次もまだまあ大丈夫。とりあえずこっからちょっと詰めていけばいいのかな。でも突破して大丈夫だからね。スロット何しろすごい、すごい悪いですね。はい、倒せるかな、むしろこれ。そろそろヤバめですね。まあまあ贅沢にこういうの使っていきながらね、地味に地味にちょっとね削っていきましょう。でお肉も取りつつね、多分大丈夫でしょう。ちょっと時間かかってるけどまあこれでね、この先だからとりあえずたどり着かないといけないからね。よーし、いいよ、いい感じだよ。まあここで倒しに行ってもいいか、贅沢にね、白星とフランキー使ってもいいしね。まあでもせっかくだから使わないで突破しよう。突破できるかな、使わないで。なんとも言えないですけど。やべ、あ、大丈夫か、何もしてこない、大丈夫でしたよし、倒そう。一応2分、よし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 。さあどうなんだ、行くぞ。やっとたどり着いたよ、やっとたどり着いた
やっと食べてた。よし、美味しいよ。まあまあまあ、これはね、いろいろと比べてみたいからね。はいはいはい、いいですいいです。はい、よし、行きましょう。ちょっと携帯を貸させていただいて。はい、じゃあクマさんからいきます。久々のね、これだから。行くよ。はい、せめてクマで、もう飛んじゃってもいい。クマで飛んじゃってもいい。クマで飛んでもいい。おだあー、まあ、あの結構か、向こう外れたけどね。うわ、マジかよ。ちょっともうこれラストチャンスです。お願いします、本当に頼む。たまには勝ちを見たいよ、勝ちを。